前回、木彫りの像を直し、北条の王バドレックスに出会いました。バドレックスの力を取り戻すには、かつての愛馬が必要とのこと。そこで、愛馬をおびき寄せるため、まずは人参を育てることになりました。あった。あった。ここだ。こっちでいい？うん。ヨーディについてきた。相変わらず操る。氷タイプの相葉。はい。はい。ゴーストタイプの黒い馬が欲しい人はあっちのこっちの墓場の方でね、うん、墓場の方に植えてください。もしかして一気にこっちは白い馬が大好きな氷タイプの馬が大好きな白い馬の食べていた人参だね。で、ぼっちの方はゴーストタイプの黒い馬が食べていた人参。うん。で、黒い馬が欲しい人はぼっちの方に巻いてくださいね。これは一応ということで、なんか踊ってる。なんでフィーネたちも一緒に踊っちゃうの？やつられてるからか。お。お、おー、尻尾。ふうふう。一個しかなかった。まあいいか。時間の限り引っこ抜くでしょ。力の限り引っこ抜こう。はい。はい。よいしょのしょ。はい、手に入ったよ。で、これを持って相葉をおびき寄せる。願いし。はい。絆の手綱。あ、なんか来た。もう来たの。早く。後ろ押す。おい、人参はこっちだよ。行っちゃった。フリーザボス？フリーザボスの他に何がいるんだっけ？レイスボスだっけ？そんな感じ、黒い方は。そんな感じ。そんな感じの子がいるんですけど、レイスボスみたいな名前の子が欲しい人は、墓地ですね、植えるのは。ですね。あ、やばい。フリーズ村が危ういってよ。フリーズ村が危うい。あの、おもちゃが突っ込んでっちゃった。え、おもちゃが突っ込んでっちゃった？やばいじゃん。ビューン。ブルブルホース。やばい、畑荒らしちゃう。やめてー。やめてー。こっち来て。あぶない。フリザポスが現れた。現れた。全然白ですな。白でチラでいけんのか。いいんじゃない、強そう。あ、それなら全然あげてもいいんだけど、開けるの危険だと思うの。戦え。一回なんかここで捕まえられるみたいだから。ここ捕まえられないよ。うん、そうだね。うん、ボールやばい。わあ、痛い。おお。見つけはノーマルタイプだ。大地の力。よし。なんとか暴走を抑えることはできた。ね。何？何ですか？お？うん、何？だから何？行っちゃったよ。冷たい人参あげるからやめて。きゃー。ん？危ない。おお。ああ、ち
村の外へ行ってしまいました。おや？え？何かが落ちてる。白いたてがみ。ほう。うん、そうだよ。うん。それは白いたてがみ。輝く花。アリバのたてがみを縫い合わせれば。絆の手綱を作れる。うん。村長さんからいい話聞いちゃった。なるほど。え、私がやってないんですか。え、これ誰が作ってくれるの、その絆の手綱は。やっぱ連れてきちゃうのね。ピオニーニコッと笑っていた。何？何ですか？作ろうよ。作ろうよ。ほう。お、花が咲くのかな、パトリックス。お？大丈夫？咲く？お。あ、なんだ、そんな感じか。頭のてっぺんに咲くかと思った。大丈夫？シリーは気づかった。お。あの民族はどこかにいる。一族の末裔？村長。やっぱ村長？全部村長に頼ってる。何でも村長だな。村の救世主。はい。覚えてるもの。花ありますよ。あります。花びらならだ。本当です。います。ちょっと貸してくだされ。はい。じゃあ作ってきてください。作ってください。お。伝統。嫁んがいらせてみせよう。チクチク。うん、完成？ダメかい。もしかしてえ、空気重いぞって言われてる。実は何作れんの、もしかして。まあいいや。お前が作るのか。よう。いや、早いな、作るの。すぐからこうやって。よかったの。なんか、意外と得意な方だったんだ。お裁縫ね。うん。役に立ったよ。じゃあちょっとお馬さん追いかけに行く。そうだね。お馬さん追いかけに行くの。気持ちが助けられたばかりであるな、だって要は先ほど相葉の居場所をついに突き止めたである。カムリ神殿。おお、共に過ごした場所だってよ。
北の山の頂上。人参を取って上司まである。人参を抱え。人参を携え。携えか。うん。間違えた。持っていこうってこと。はい、じゃあ行ってきまーす。あそこ前先に行ってたよね、そういえばね。うん、なんだここみたいな感じで。あれか。もう行けちゃうんだね。うん。入った。うん。バドレックス。今入ったけど。来たよ。ライン。うん。気づくはずの私だ。懐かしや懐かしや。結局の力を送り込む相手戦うんだね。ってくれるであるリバーをおびき寄せるため、あれあれの冷たい人参を置くのである。うん、冷たい人参、多分これあそこに置くんだね。とか手に入れた時は黒い人参を置くんだと思うけど、はい、うん、冷たい人参を置いたけど、そしたらおーい来るのかな。打ち負かしておる。入力してもどういうのを待ち構えるのである。はい、あ、すいませんした。すいませんした。すいませんした。傷つけてしまいましたか。ごめんなさい。で、来るのかな。どこに馬ちゃんが。そこに身を隠す。来たかな。来た。警戒してあたりをキョロキョロ。あ、人参あるやん。人参あるやん。よし、今だ。乗った。危ないよ。おお。打ち解けた。これこそが絆というもの。おお、一体となったって感じ。で、うん、うん、かっこいい。うん、雪の結晶が舞う、ヨガ乗っている、ヨガ乗っている、ここバドレックス、なんかバドレックスが乗っている。白いのはなんじゃこりゃ。だでっけえし、乗ってるし、頭でっけえ。やべえ、言葉わかんない。やべえ、言葉わかんねえ。カモリカモリ、また操ってくれ、頼む。一体何者。あー、テヨワワン、テヨワワン。あの子よ、相棒が戻った。全盛期の力も取り戻せた。うん、ちょっとお前から、相棒もなくしとって孤独な不平にいちゃよ。お主は救ってくれたのである。なぜしてもしきれぬとはまさにこのこと。お。君たちの名前、世にいる。と、その前に。そうだね、寒いからね、お家に帰してあげよう。だから、言葉わかんないんだって。はい。はい。言葉わかんないっちゅうの。バトリックスが現れた。可愛いヘアスタイルにしてます。白ですな。いけ、白ですか。白ですだよ。だよ。馬に乗っている相棒、ジンバ一体。ジンバ一体。
緊張感。特性2つ安心した。ちょっと倒しちゃいそうで怖い。倒しちゃいそうで怖いけど、シャドーボール打ってみようか。怖いな。あ、一応戦うの。うわやばいやばい。ちょっと一応体力減らしてからマスターボール投げますか。マスターボールは普通に投げれば大丈夫ですよ。はい、マスボ投げる。はい、じゃあもう捕まえちゃいました。なんかマスボ、え、なんで行ったん。感染してもしきれない。おお、エンペラーポケモン。エンペラーポケモン。いいね。うん、いいね。下の子、いや、リオよ。まだやってたのか。これからよろしく頼むであるぞ。ありがとう。夢だと思ってる。大丈夫。ダッハッハッハ。マトレックス編はこれで終了です。次回は3体の巨人伝説の謎を追います。